こんにちは、デクマスです。今日はね、ハイデガーの人間の条件の話なんですけどね。で、まあ責任ある行為主体とも言うんですね。ということでね、責任についてちょっとざっと説明しておきますと、まあ責任を取るって一番単純なのは法律を守っているってことですね。一つね、例えを挙げるとですね、水俣病ってありますね。窒素水俣工場が水銀を流したことにより、多くの住民がね、水銀中毒になってしまったんですね。でもね、窒素は法令の基準以内の水銀を流していたんですよ。だからね、過失ないんですよ。だから問題があったのは国の基準の方、つまり国に問題があったのに、裁判では窒素がね、無過失責任っていうのを問われるのね。これは日本司法の黒歴史の一つなんですね。それからね、その法律を守るという責任以外のもう一つの責任としてはね、例えばプロがいますね。そのプロに対して周りの人とか社会が期待してますね。その期待に応えるっていうことが責任を取るってことなんですね。例えばね、まあ大工さんとか、まあ建築士でもいいですけどね、ある家を建てたと。で、その家のね、お風呂とトイレがガラスの壁でね、仕切られてると。そんなことしたらね、後々ね、そこに住む人不便するでしょ。だからね、法律に違反してないけど、そういうことしないっていうのが責任を取るってことなんですね。で、またはね、家の中にね、極端に収納スペースが少ないとかね。そんなことしたらそこに住む人すごい困るでしょ。だからそういうこともしないでね。プロの建築士とか、大工さんだったら住むのに困らないようにちゃんとしてくれるっていう期待に応えるってことが責任を取るってことなんですよ。これね、建築業結構この責任に応えないっていうことあんのね。それではね、本日のハイデガーの責任って、あの人どう考えたかというとね、これらとは全然違うんですよ。つまりね、宗教的なんです。宗教的に果たすべき人間の責任というのはあると。それは何かと言いますとね、例えばね、私が何かをしなかったことにより、誰かが不利益を被るっていう場合もあるでしょ。で、もしくは私が何かをしたせいで、誰かが不利益を被るっていう場合もあるじゃないですか。でもね、そのことに私が全く気づいてない場合、私は気づかぬままね、で、良心の呵責も感じぬまま、誰かが苦しい思いをしているってことになるじゃないですか。それはね、責任を果たしてないっていうわけですよ。ということでですね、私はその時点では全く気づかなかったものを気づかないといけないわけでしょう。で、そのね、私に気づかせようとする力っていうものが良心っていうもんだっていうわけ。で、その良心っていうのは聖なるものからの呼びかけだっていうんですよ。その力により、それまでは私の意識の中になかったもの、もしくは全く気づいてなかったものに対して気づいていくってことなんですよ。そしてね、その気づいたことにより、なすべき行為をなしていくって、そういう人がね、責任ある行為主体であり、人間っていうもんだっていうわけよ。まあ、真人間っていう感じかな。じゃあ具体的にどうしたら真人間になれるかの話なんですけど、まあまずね、両親の声を聞き取れないといけないじゃないですか。そういう精神状態になっとかないといけないですよね。その上でね、自分が何かをなしたら、無数のなさなかったことを含むっていうことを自覚しろっていうわけですよ。例えばね、定食屋でね、まあ野菜炒めを食べたとすると、私は野菜炒めを食べたけど、私が食べなかった無数のメニューがあるよってことね。私の選ばなかった無数のメニューがあるってことよ。その逆ね、私がなさなかった場合ね、定食屋で何も選ばず店を出たらね、何もしてないけど、そこにはその選べれたはずの無数のメニューがあったじゃん、定食屋には。つまりね、無限の可能性に心を開いとけってことなんですよ。ね、自分の今現在意識に上がらない可能性だってあるんだって、そういうことを意識しとけってことよね。でね、それは何のためって、もちろん状況とか周りを好転させるためなんですね。これがハイデガーの真人間の条件だったんですよ。てなことで、本日のハイデガーの責任ある行為主体の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。